ちゃこんにちは。さあ豊さん、今年は WBC、はい、ありました。日本のレベルが、はい、評価が上がったな、はい、上がりましたね、はい、でやっぱり今オフポスティングでメジャーに行きたいという投手たち、はい、行かせない、いや行かせてあげてください、行きたいと、はい、常に表明している選手、はいはいはい、噂されている選手がいます。で4名います、はい。でまずは日本ハムの上沢投手、はい、まあ、上沢投手はもう去年早くから言ってたよな、はい、今シーズンオフに、メジャーに挑戦したいことを表明していました、はい、それからオリックスの山本由伸投手、はい、から、今永投手、はい、DeNA の、ね、そして、はい、西武の高橋光成投手、はいはい、この4名が海外の FA 権持ってないのでポスティングで行くのではないかと。まあ、ポスティングはお金が球団に落ちるからね、で FA で行かれると一銭も落ちないけども、はい、まあ、だからまあそういうこともあって油の乗り切ってる時に、はい、まあ、出すっていうね、うん、まあ、もちろんその力もあるし、そうですね、うん、だからそういう意味ではまあいいんだけども、はい、まあ、噂はまずね、はい、まあ、新庄監督がまあ背中を押してると押してあげてると、はい、自分もメジャーに行った経験があるから、うん、まあ、そういうのを経験するのも選手として悪くないって、はい、寛大だよね。そうですね、寛大なんだよ。やっぱり自分がそういう風にしてきたっていうのがあるっていう、うん、そうだね、うん、それとね、噂のいいところっていうのはやっぱね、縦割れのカーブだよ。はい、うん、縦割れのカーブからチェンジアップ、フォーク、うん、いろいろ多彩なんだよ、うん、でコントロールがまずいいということね、はい、だからそういう意味では通用しそうな感じがするよね。意外にやっぱりメジャーで MLB 史上予想以上の噂投手がちょっと大人気になるんじゃないかっていう、そうだね、まあ、とにかく速いボールとかパワー系のボールをどん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 投げて、うん、その小さい変化で勝負していく。噂は違うから大きな変化も持ってるから、うん、まあ、そこら辺でのその他との違いっていうのは特徴として持ってるよね。今その大きな変化っていうのはメジャーでやっぱ通用しやすくなってる、ね、だからバウアー見てるとさ、うん、やっぱりパワーカーブ、うん、あれがあるからサイ・ヤング賞取れてるんだと思うよ、はい、あとは多彩でしょ、うん、やっぱ多彩なピッチャーじゃないとやっぱこっちがダメだったらこっちで行くとかさ、うん、これがダメだったらこれでいくとかさ、まあ、いろんな手を変え品を変えやっていかないと、うん、バッターの技術も上がってるから、そういう意味では噂なんか面白いと思う。じゃあやっぱりただその環境水に合うかどうかっていうのはあるけど、はい、うん、だけどそれをうまくクリアしたらまあまあいいのかなっては思うけど、ね、うん、じゃあ噂投手やっぱ欲しいっていうメジャーの球団が出てくる可能性十分に、まあそうだね、やっぱりねあるんですね、はい、記事でも出てますが、はい、続いてやっぱオリックスの山本由伸投手です、はい、これはもう100億超えるよねもうまあそうですね、もう吉田を超えるかどうかよね。どうなんですかね。ただまあポスティングって一応上限というかなんかできますかね、まあ、あるはありますもんね、まあ、だけど山本は通用するだろうなと思うよ。あ、複数球団がやっぱり欲しいっていう風に言ってきますよね。まあそうだね、うん、まず山本投手がメジャーからその欲しいと言われる魅力、まあ、魅力はやっぱスピードもあるし、うん、あとコントロールだよな、うん、はい、うん、で出力の上げ下げができるっていうこと、うん、まあ、そういうことも一つの魅力にはなってると思うけど、どれを取ってもやっぱり一流だよボールは。ですよね、球種も多いですし、まあ、そうだね、だからやっぱコントロールがいいっていうのがいいよね、うん、だからこれは鬼に金棒だからコントロールがいいっていう、はい、体も強いし、そうですね、そうそうそう、で投げるのも早いので特にピッチクロックにも引っかからないでしょうし、まあそうだな、はい、そうそう、だから行く選手たちはピッチクロックが待ってると思って行かなきゃいけないので、それでかみんな早くなってきてるのそういうこと。めちゃくちゃ長いやついるないます今でもな、すごい長い、もうちょっと意識しろよみたいなさそういうのはあるけどこの4投手はね、そういうピッチクロックの対策とかも、まあ、噂も割とね、まあ、そういう意識があるのかどうかわからないけど、はい、まあ、割と速くなってきてるし、山本はもともと速いし、もともと速いですもんね、うん、自信があるやつは速いんで、もうちょん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 テンポよく、テンポよくなんでしょうね。で、今永投手です。 DeNA のそうだな、うん、今永はやっぱ体が心配だな、うん、やっぱ体がちょっとへばる、はい、あ、へばる、へばったら勝てなくなるという、はい、で腕が横振りになるとかね、まあ確かに1試合を今永絶好調時に任せって言ったら勝てると思うよ、うん、だけどトータル的にやっぱりやっていかなきゃいけないってなるとさ、やっぱ体の強さっていうのは大切だよね、はい、体力的なもので、うん、
どうなのかなっていうのと、うん、あの子もカーブ投げれるんだと思うんだけど、はい、もう少しカーブを投げた方がいいなっていう、うん、スライダーと大体チェンジアップでいこうとするからそのカーブを見せといた方がいいのかなっていうふうには思うけどね、うん、タッパがないしやっぱり高めのここら辺のコントロールもつけないと振ってくれないと思うしね、そうですね、だからやっぱりちょっと苦労するかなっていうふうには俺は見てるけど、うん、ただその WBC に出ての多分国際大会での試合をメジャーの関係者も見ていると思うんですけども、その時の評価っていうのはどうなんだろうね、うん、まあまあ先発してくるぐらいだからさ、はい、まあ、相当な評価は上がったとは思うけども、うん、やっぱり日本の見てるとやっぱ評価下げざるを得ないよね今シーズン。まあまあ確かにね、あの援護点がないとか、はい、まあいろいろあるにしてもやっぱこう勝ってる試合を追いつかれるとか、だからこの回だけバンと取られるとか、まあそういったことが続いてるからね、はい、だからまあやっぱスタミナっていう面ではないのかなとか、うん、どちらかというと小柄だから向こうに入れてしまえば、そうしたらそのスタミナの問題だとかね、故障の問題だとかちょっと心配だな。あとね、活躍してる人ってね、はい、それなりの体を持ってるよ。確かに体は強いっていう。で、野茂にしたってでかいからね。あ、ダルビッシュ、大谷とかさ、はい、でマイケンもでかいし、うん、あとピッチャーで活躍したって言ったら誰だ、先発型ですか、うん、先発型、あ、黒田とかね。あ、黒田さん、はい、やっぱ体がしっかりしてるよ、うん、だから、ね、それから比べると今永ってちょっと小柄だから、うん、まあ、そこら辺が心配だな。まあ、左という利点はあるけどね。やっぱ左というのはやっぱりそれは利点なんですか、まあ、まあちょっと利点にはなると思うね。同じ左だと菊池雄星投手が左でいい。そうだな、まあ、いった投手っていうのは苦労してな、うん、今年はまあなかなかちゃんとした成績を残してるけども、はい、菊池雄星でもあのぐらいになっちゃうんだからさ。そうですね、で今なんかどうなんだってなると、うん、ちょっと心配俺は。そうですね、うん、体の面だったりとか、まあね、球種だったりとかですね、はい、で、高橋コーナー投手です。高橋コーナーは今永のことを踏まえてこう話すと、うん、バカでかいよあ、そんなにやっぱ大きいんですね。もうね、球場で見てもひときわでかいから。あ、そうなんですか。存在感バリバリあるから。じゃあ行った方が。いや、もう行きなさいって行きなさい。いやいや、本当にあのね、うん、出力はすごいよ。あ、じゃあメジャー向きなんですか、ね、スタミナも。へえ、それと向かっていく気持ちとか、うん、そういうことを考えると、いやー、すごいピッチャーだよ。あの精神的なタフさも持ってますよね、高橋コーナー投手、うん、だから行って、うん、だから今は山本に少し水をあげられてるような感じがするけども、はい、行ったら分からなくなるよ、うんうん、さらに評価上げて、例えば契約時にもっとお金だったりとか、うん、いい条件になる可能性があるってことで、まあ、来年以降ね、うん、行って行った後ですね、行った後ね、はい、うん、だからそういう風な形に俺はなるような気がするよ。へえ、やっぱね、スタミナが違う。あ、そうなんですね。牛だよ牛バッファローみたいな感じですか、ね、馬でもいいな、1馬力は持ってるから。あ、そんな、え、じゃあこの4投手の中で一番タフで馬力あるのって高橋だ。いや、高橋だよ。へえ、怪我に強いのは山本だ。ああ、で、上沢投手は、まあ、変化球だよね、まあ、変化球を多彩に投げれれば、うん、それはそれなりに通用していくと思います。じゃあ、今永投手が向こうで成功するには何があったら。ショートリリーフだ、先発じゃなくて。いや、それね、やってみなきゃわからないけど、うん、1シーズン戦う中でここら辺で垂れてきてるのがちょっと心配なんだよね、うん、最初春先も出遅れたでしょ、うん、WBC でしっかり調整させてもらって、うん、出番が1ヶ月後ぐらいだったんだよ。そんなに調整期間がいるかっていうぐらい、うん、多分へばりだとか、はい、調整がうまくいかなかったんだと思うよ、帰ってから、うん、これは体の部分なのかスタミナの部分が少し足りないのかなっていうふうに俺は考えてたから、うん、で夏場過ぎ、夏場に入ったぐらいから少しちょっと疲れを感じる投球にね、はい、まあ、確かに抑えてるけども粘りきれないというね、で球数を要するという、はい、まあ、そうなってくるとちょっと条件的には苦しいかなと思うよね。まあ、やってみなきゃわからないけど、うん、これ申し訳ないけど、はい、俺の想像の中でね喋ってて、うん、でもまあ夢があるんだったら、うん、向こうでチャンスがあるんだったらそれは挑戦してもらってもいいし、はい、うん、まあなあ、だけどそれで人生変わることだってあるからね、うん、人生って、うん、例えばそれでお金大金を得たとしても、うん、その対価っていうのは残っていくかもわからない、うん、生活には困らないかもわからない、うん、
でもお金だけじゃないから人生って、うん、ね、まあ偉そうなこと言ってるけど急に思うんだよ、なんで俺が偉そうに言うのかな、すいません、いや熱がね、やっぱ熱があるんだ、熱が、熱量がやっぱりあるとやっぱり出てきますよ ね、 ただあとは球団がポスティングを認めない限りはいけないので、最近認める傾向があるな、それやっぱりそのお金で補強っていう部分なんですか、まあ、やっぱり今まで育てて、ね、うん、FA 取ったらどっちみち持っていかれるんだったら、うん、早いうちに出してあげた方が選手も若いうちから向こうに慣れて力が発揮しやすいということと、うん、FA で待ってるとやっぱお金っていうこともね、まあ、入ってこないという、はい、球団に、うん、まあ、それだったらいくらかでもいいから置いてってよみたいな、でそれで、まあ、補強なり誰かの例えば、ね、FA とかね、うん、そういう選手を使う補強とか、うん、まあ、お金がこう回るようにした方がいいかなっては思うけど、そうですね、じゃあそのもし4選手が行きたいですって言えば4球団とも今年オフ OK 出しそうですかね、まあそうだね、出すよね、うん、つまんないな、え、いや大好きなピッチャーばっかりじゃない、いやまあそうなんですよ、まあ、いや大体大好きなピッチャーが行くんですよね、いやいや、まあ、そうだけどさまたいなくなっちゃうよみたいな、いやでもオリックス山本由伸投手いなくなっても下からどんどんいい投手が出てくるんですよ、山本を見たいわけじゃない、他のどんどん出てくるピッチャーを見たいわけじゃない、山本を見たいわけじゃない、例えばじゃあメジャーですっごいバッターをもうバンバン打ち取ってみましょう、夜遅くから朝早く起きて見れないよなかなかそれはたまには見るけどさ、はい、ね、たまには見るけど、うん、まあでも山本が行ったところでやっぱ大谷が活躍したらテレビは大谷になっちゃうんだろうね、はい、まあでもその大谷選手がねちょっと肘あの早めに手術なので、もしかすると来シーズンはっていうことになりそうかもしれないですけど、もしこの4投手がポスティングで来シーズンはメジャーでってなると、またそれはそれでいろんな記録をね、楽しみだな、うん、楽しみは増えますよ、ピッチャーっていうのはやっぱり日本のピッチャーって優秀だからさ、まあ、コントロールとかも含めてね、はい、だからまあ楽しみでもあるけどね、そうですね、どの投手がどの野手が行かなくなったの、だからだから鈴木誠也選手ぐらいじゃないですか、あとはあの吉田正尚選手ぐらいで、あ、まあ行ってるか、いやでも一時期より少ないですよ、まあ、少ないよな、うん、やっぱりあの投手の市場っていう日本人の市場があっていう、まあ、まあそうだな、野手は難しいんですかね、やっぱり、いや難しいよ、特に内野手は全く相手にされてないって、だって松井稼頭央さんでさえもやっぱり難しかった、最後セカンドやつだからねやっぱ肩と強さなんですかね、まあ、肩とか、まあ、速さとか、まあ、そういうことなんだろうな、うん、まあ、難しいよね、ですよね、ならばやっぱり日本人っていうとやっぱりピッチャーがいいっていうのがあるので、まあ、そうだな、うん、4投手ポスティングでいってほしいですね、まあ、そうだな、はい、はい。